はい。山本一郎でございます。こんにちは。皆さんチャンネル登録とコメント欄よろしくお願いします。ということで、あの、俺たちの伊藤遥さん、ハーチューさんがついにその離婚を表明したということでね、こう、エイブダイムで名を馳せている市民権さんとの、あの、自立婚生活に収支費を与えたということでね、みんな騒然としてるわけなんですけどね、こう、外ではその、安倍晋三さんの国葬がしめやかに行われている横で、こんなことが起きていていいのかっていうふうにね、こう、皆さんね、悲しみに暮れているわけなんですけれども、 ま、なんと言いますか、こう、365日不倫オッケーハウスで、こう、人生コンテンツやってて、その、それは、成り立つわけないわけですよ、結婚生活というものはね。だから、それは、その、まあ、お子さんができてね。まあ、それはすごく幸せなことだったと思うんですけれども、そこから、まあね、あの、市民家さんのその仕事柄、やむを得ない部分もあると思うんですけど、いきなり、こう、まあ、まあ、浮気が暴露されてしまったりとか。あと、その、まあね、お母様がね、こう、最近いろんな家財道具を、その、あの、伊藤遥さんの家の近くに運び込んでんじゃないかみたいな話が、まあ、ちょっとあったりとかすると ですねまあ、ちょっとねこう見てる側からするとこれ本当に大丈夫なのかなっていうふうに思うわけですよね。でしかもその伊藤遥さんとそのシミケさんはその事実婚であって、えー、ちゃんとしたその入籍をされてないんだみたいなことをまあお話をされていてねあそれはそのくっつくのをそのまあそういうね入籍しないような形でこうねうまい具合にやろうとしてたらこう離れるのって結構ねこうあっさりいっちゃうもんなんじゃないかっていうねことはそのすごく感じるわけですよね。なのでまあシングルマザーになってしまった伊藤遥さんのコンテンツがですねこうどんどんこうそのね けで、あの、やっぱこう、伊藤遥香さんが、その、締めくやさんの結婚する前、あの、いわゆるその、まあ、彼女はその、一番その、まあ、輝いていた頃っていうかですね、まあ、その、僕もその、伊藤遥さんの文章が好きで、いろいろ読ませていただいてきた中でですね、まあ、最近ね、ボイシーとかも、あの、有料ノートとかもやめちゃってですね、まあ、なんか、心境の変化あったんだろうな、というふうに、まあ、勝手にこう思ってたところであるんですけど、その中を見てるとですね、やっぱりこう、あの頃の文章面白いわけですよ。 あの、これは本当にあの、まあ、男の目線、女の見方、いろいろ違うのかもしれないですけども、男から見ても、その、伊藤遥さんの生活ってのはある種輝いていたし、面白かったし、まあ、それに対する言及もその、咲いてたなっていうふうに思うんですよね。ただその、まあ、やっぱこう、まあ、市見県さんと結婚されてご出産をされる前後ぐらいから、まあ、なんていうか、なんていうかこう、まあ、女性特有の何かっていうのは、やっぱりこう、ちょっとこうね、色あせていくプロセスってなって、で、そこの中にこう、妊活詐欺的な問題があって、で、さらにその、福南勝也さんの手によるその、 裁判はね、こういくつも、こう立ち上がる中でですね。やっぱ本人も、こう気持ちに削られていったんじゃないのかなと、でどんどんこう輝きに寄せていってですね。で、あの、なんか大爆発すれば、それはそれで、ね、おお、なんか、排除さん、すごい、あれどるなみたいな感じだったかもしれないですけども。だかこう、内側に、こう落ちていくわけですよね。外側にドーンと、こうね。あの、はだしくいくというよりは、内側に、こう、なんか、こう、私、こんな話すはずじゃなかったのに、みたいな感じでですね。沈み込んでいくわけですよね。で、そうなるとですね。あの、いわゆる、今までって、どちらかというと、伊藤遥。 女性のね、えー、まあ友人とかもしくはその彼女を審判、審判、あの、審法する人たちに囲まれてですね、そのキラキラしてたわけですよね。で、輝いていたからこそ伊藤遥さんっていうのはその女性のロールモデルであってね、こういう人になりたいと思って皆さんお金払ってたわけじゃないですか。で、男がしても伊藤遥さんみたいなね、まあ、ある意味才能のある人が、ちゃんとね、分筆活動を続けていくんだったのでじゃあまあ、ね、こういろいろその、まあ、あの、なんか、あの電子書籍とか彼女出してたんでね、こう、まあ、後から読むから、まあ、まあ まあそれは私なんか特殊そうだったと思うんですけどね。ただその途中からこうまあ、こう、そのなんていうか事実婚したあたりからですね、あの、これ普通の一般女性の気持ちっていうのは僕にはよくわからないんですけども、あの、 AV 男優と事実婚するのって女性からすると、ロールモデル足り得るのかなりたい自分としての投影をですね、ハーチューさんに投げかけられるのかって、そういう側面ってどうしても出てくるんじゃないかと思うんですよ。えー、これは良くも悪くも、その、彼女のその人生コンテストより面白い方向に行こうとしたんだというのは、僕もすごく気持ちとしてはわかるんだけれども、でもそれってその、他の女性にとって羨ましいのかって話なんですよね。で、その AV 男優かその男と男方からと見てもその少し遠い存在なわけですよ。 あの、自分のその人生の中でその AV 男優になる、もしくはなりたいと思うような気持ちって本当に自分のメインストリームになるかって多分ないわけですよね。で、まして私も、あの、まあ、伊藤遥さんよりもは先に結婚してですね、子供を4人抱えてるわけですよ。で、あの、まあ、伊藤遥さんがね、その子育てで奮闘してるのを見てるとですね、まあ、もう個人的にはすごくね、その微笑ましく思える部分もすごく多くあったしですね、応援したいなっていう気持ちもたくさんあるんですけれども、他方で、じゃ羨ましいのか、じゃそういうような形でその自分のね、人生を したたいのかって言われるとまたそれは違うう問題だと思うんですよねなので、やっぱりこう、言葉をその尽くして、そういろんな説明を彼女はしてるんだけれども、でもそのやっぱり、人格詐欺とか、まあ、その様々な、そのね、あの、金子さんの裁判でも出てたみたいな、あの、要はそのあなたのその言ってる、そのまあ、自分のそのリアルな、生の姿を人に見せる人生コンテンツっていうのは、一部嘘が含まれてますよねと。で、嘘が含まれてて言っても、よしんばよいんだけれども、それは事実だというふうに強弁しましたねと。で、これは多分、福永勝哉 さんの訴訟戦術ととミスだと僕は思っていてい自分は人生コンテンツなんだけども全てのことを赤裸々にさらき出すんじゃなくてやっぱ作家としてね多少時間のずれがあってみたりとか自分の思う心情みたいなものをその後から乗っかってね改変することあるのだみたいなことを言ってればそんな問題なかったんですよだってフィクションな部分が含まれていて作家なんだから当然でしょっていうそういう言い方って僕はあの裁判の中で言えてよかったと思うんですよねただ逆にその彼女がですねこれは全て自分のにおけるリアルなんだって言っちゃったんで、まあ、結果的にですね自分の離婚の っていうね本当に人生コンテンツなのであれば本当大量の長文のエントリーを書いて他の人たちああ離婚するんだかわいそうになっていう共感を呼び立てるような文章を彼女は本当なら書けるはずなんですねでもそれでもこんな短いねあと離婚しましたみたいなことを書かれてもですねああ離婚したのみたいな感じになっちゃうじゃないですかでそれは彼女からしてもそう痛恨だしもったいないしいわゆるその人生をね全てそのコンテンツに書いていって自分のね生活を見てもらっていろんな人たちにそのまあ興味とか影響を持ってもらってねそれで自分 のこう、まあ、ある、後からついてこいみたいな、そういう、なんか、そういうね、雰囲気を今まで醸し出してきたのが、ここにこうかなり消えちゃうわけですよね。で、しかもその、事実婚からの、まあ、離婚って言っても、本当にそれ離婚なのかいと、ただの、そのね、あの、関係解消なんじゃないのと。で、そこら辺のところも、その、踏み込んでいろんな人たちが、そのね、えー、まあ、あの、気持ちを、その、正直に、その、表明し始めるとですね、まあ、途端に彼女のその、まあ、この先の問題っていうかね、本当にその、人生コンテンツでやっていこうと思っていた、彼女のその、まあ、作家人 みたいなものに対して、もうちょっとこうね。あの、冷却期間が必要なんじゃないかとかね。あの、本当に沈み込んでしまう。時期が長くなるんじゃないかとかね。客が離れちゃって金にならないんじゃないかとかね。暮らしていけるのか、みたいな。そういうような話にどうしてもなると思うんですよ。で、そこはそのまあ、今回のねまあ、離婚というか、そのまあ、あの関係解消の中でしみけさんからね。行くばっかの。その養育費も含めてちゃんとした支援があるのかどうかで、そのしみけさんもそのいつまで av 代用できるんだ。それでいつまでそのね稼げるんだ。食っていけるんだ。みたいなことをすごく不安に思うこともあると思い。ます あとその、まあ、彼女自身もね、まあ、伊藤遥さん自身もそのこれで本当に良かったのかって多分まだまだ悩みがあると思うんですよ。でそこの,その悩みだとかその、まあ、思惑だとかっていうのも含めて、えー、両方ともそのメディアに生きていく方の。 お、生活なのでね。でそこに、その、いかに関心を多く払ってもらって、いかに多くのその、字幕を引き付けて、まあちょっと言い方として適トじゃないかもしれないですけど、お金をそのね、作っていくのかっていうこともまた考えていかなきゃいけないわけじゃないですか。で、そこはやっぱりあの、伊藤遥さんの、あの、いなくなってしまったお客さんにもう一回来てもらうんじゃなくて、新しいお客さんをね、えー、見つけていくために、その、どういうコンテンツを作っていくのか、シングルマザーとしてね、えー、まあ旦那がこうであったみたいなことも含めて、まあいろんなことをこれから書いていくんだと思うんですけども、そこでこう、 あのシングルマザーの人からさらなる共感を得られるようなものが書けるのかっていうところがやっぱり今回そのそのものすごく試金石になっているという なので、まあ、なんていうのかな、こう、まあ、な起きるべくして起きたんだなっていうふうには、もう強く思いますけれども、ただそれは、されジを差し置いてですね、まあ、非常に、こう、彼女の、その、作家人生の、その、次のフェーズに対して、まあ、何ができるのかってことに関しては、本当心配ですよね。まあ、まあ、もう、しょうがねえんだろうけれども、あの、やっぱね、その、羨ましくねえんだわ。あの、エヴィ・ダイオと、その、ハーチョさんが結果、もう、事実婚しましたって言われて、それで、あの、みんなを、そのねあの、どうだ、羨ましいだろう、 私の人生コンテンツだってやってくれればまたああそういう人生もあるのかねっていうふうに思わんでもないけれどもじゃあそれをその自分の人生に投影させられるかってうとちょっと厳しいでそこでそのさらに今回その、まあ、離婚しましたってかまあ事実上の関係解消をその事実婚としてしました本当に事実関係は僕らは分かんないですよ彼女はそう言ってるだけですからまたそのね適当ごとプープーかプープーか外で言ってるだけかもしれないそれはよく分かんないけどもでもその、まあ、事実婚だというふうに彼女が言った以上それを信じるとしてそれがその関係解消になってでお前どうすんの っってていうのところってのはそのみんなな気になるし本来であればそこは彼女がその心情とかね事実関係とかねまあ息子さんのこととかも含めてえまあ,あと家族のこととかねまあこれからどういう形でそのまあシングルマザーとしてやっていくのかみたいなことを言えるタイミングなのでこれを逃すというのはねまあ非常にこうまあ彼女らしくないというかまあどういう気持ちの変遷があったのか裁判に負けてねこういろんなことをその嘘だって認められて頼むとなったのかそういうこともあったのかもしれないけどもあのまあ,あ,あいう一連の話っていうのはその彼女からするとそのキャリアに大きな マイナスだったののかなといいうううふうには思まますよねあの、まあ、ねああ本当こう脱社畜サロンとかやってた頃の方がですねあの伊藤遥という,そう存在自体に対する興味という点では熱量高かったとでこれが失せた後にどうやってこう立ち直るのかってこういう曲線をですねぜひ見せていってだければなというふうに思いますよねまあやっぱ問い穴裁判とかね見ててもなんでこんなんで訴えてきたんだみたいな話もやっぱあるわけじゃないですかでそれはやっぱり彼女からするとあの自分は本来こんなもんじゃないとで私の本当の姿はみんな知らないからこういうこと言ってるんだこういうこと書くんだこういう 態度を取るんんんだだみたたいなこととあったんだとする思うんですけども,でもそこはやっぱりこうグッと我慢してですね、まあそれはいろんな人にね、こう見てもらう商売をやるからには、まあ叩かれもするし、あらぬ批判も受けるだろうし、まあよくわかんないこといっぱい言われるわけですよ。で、それはそれとして乗り越えていくからこそ作家として面白いんじゃないかみたいなことを、まあもう一回ね、気持ちを入れ直して、あのガソリンも入れてですね、まあ育児にも頑張って、それであの、まあこううまくやっていってほしいな、なんてこと思いますよね。まあこうね、あの、まあ今年はちょっとあれですけど、まあ手帳もかつて買った人間としてですね、<laughs> やっぱね、あの、これで終わってほしくないなというのは強く思うのでですね、まあ、どうせ彼女はこれを見ることはないと思いますけれども、一つをね、えー、周りの人たちも、もう一度、その伊藤遥さんの作家性をね、掻き立てるような、その、あなたはまたこんなもんじゃないんだと、終わるわけじゃないんだから、あの、気持ちをね、入れ直して頑張るんだみたいなことを、まあ、言って支えてあげてほしいなというふうに思いますね。あと、まあ、お母様のですよね。で、お母様の存在って、やっぱりその彼女にとって支えだったと思うのでですね、まあ、そこがいい関係のままね、えー、うまくそのシングルマザーとしてのその作家活動に 集中していっていただければいいかなと、まあ、SNS 立ちをこの際するのがいいのではないかと。 あのね、私もね、SNS 立ちはしてないですけど、まあ、かなりペーストダウンもしてですね、まあ、自分なりに、ね、こうやってることもたくさんあるのでですね、まあ、そういった点でいうと、そのうまくこう軌道に乗せ直す作業っていうのを考えていっていただければいいかなというふうに思いますね。はい、皆さん、いかがお感じだったでしょうかね。もうまだまだこれに関して言い尽くせないこともたくさんあるんですけども、一応、そのね裁判をやらせていただいてね、ね東京地裁の,あの向こうとこちらでですね、まあ、いろんな署名をやり取りさせていただいた中だということでですね、まあ、丸く収めていただくということで、いかがでしょうかね。はいな何を っていうのは自分でもよくわかんないですけど、どうもありがとうございました。失礼いたします。